Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a m a City Japan.Homeland for people from Mars, my city of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷、謎の火の谷。今日は謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ。ナスカの宇宙飛行士です。 UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そしてアタカマ・ジャイアントですね。でもう一人は USA のプライス・インタグリオスです。これらの四人は何のためにどうして地上にいるのでしょうか。今日はその謎に挑戦してみますがこれらはまさしく道路標識なんですね。が、 考えてみるとおかしなことですね。エイリアンともあるお方,お方がですね、なぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか。人間だってナビゲーターを持っていますよね。何のために、どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうか。その前に、これらの4人について調べてみます。 ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここにはルンビニから線を引いてみます。釈迦の生まれ育ったルンビニです。この立っているものは正確にルンビニを示しています。そしてアタカマジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。 すると、その線はまっすぐ、アタカまるジャイアントを割ります。ということは、アタカまるジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。なあち、これらの4人のジャイアントは、それぞれ4つの拠点を示しています。が、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度喋り直してみますと、 これらの4人の巨人は別の場所を示していることがわかります。なおち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、えー、オランティータンボを示しています。その真直線下にオランティータンボがあります。それからサンアッパスジャイアントは、ルンミニを示しながらカスピシ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだと場所は特定できていません。 そして、アタカマジャイアントはギザのピラミッドを示しながらその途中のサラーデコイパサを示しています。で、残ったブライス・インタグリウスは北極の方向を示しながらどこを示しているかという問題が出てくるんですね。で、今日はその問題について一つの例として考えてみます。ブライス・インタグリウスの巨人は 何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けます。ネバダ,ネバダの火の谷ですね。で、プライスインタグリオスから0.00度で北に線を引いてみます。その線は、進捗線に火の谷へ向かいます。 ここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の,の谷と呼ばれるようになったそうです。まあ空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。この火の谷のまあ山の頂点からナスカに線を引いてみます。 こういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変わかりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。移動経度はここに示しておきます。で、今度は反対側。今の 滑走路同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はプライス・インタグリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右はバリオファイア、左はプライス・インタグリオスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。 左の方がアタカマライン。そしてこれがサン・アッバスラインで、同じように、まあ、この辺に、えー、巨人の空の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じプラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン。それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別,区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。 それから、カラルと、それから、シカンです。これは二つも同じエイリアンが関与しています。ですから、同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ移動経路はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。そして、大変面白いことに、これが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いてきた線です。 あるんですよ。そして、富士山から引いてきた線は、この奇妙な形をした地上への上を横切ります。これは、日本の本州を示しています。そして、線と線が重なったところが、ちょうど、日本の富士山の位置と一致します。これは、ナスカの中の日本というテーマで、以前ビデオを作りましたので、詳しくはそちらの方でご覧ください。 かかりますか正確に一見雑な絵のように見えますけれども正確に富士山の位置それから日本の本州の位置を示しているのが分かりますなあち左が富士山からの線ですよねそしてその横切るところにちょうど日本も日本と言いますか本州の日本が富士山がありますでは火の谷に戻ってみます この火の谷をご覧ください。誠にもって、なんて言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、えー、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。なぜ平らな土地かもう皆さんお分かりですね。着陸台なんですね。 ここにはかって巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考え,られた考えています。そしてこの死の谷の写真をよく見てください。で、この死の谷、木も火の谷とでごめんなさいね、えー、サラデ・コイパーサーと見比べてみます。 ボリビアのササラデコイパサです。これは以前、火星人のから逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、えー、サラデコイパサの大地と、そして火の谷、バレーオファイアと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。下が、えー、ファイアバレーオファイアです。 色を落としていますと区別がつきませんね。ということは、これらが、これ、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライスインタグリュスの答えを示します。先ほどここにクエッションマークを書きましたけども、ここに書く、おお置かれるのが当然火の谷ということになります。Valley of Fire になります。そして、えぇ、ー、Elongated Band、コーンヘッドマンはですね、 カスピ海の東、それから、あーアタカまでも活躍しています。そして、多分アメリカにもいたのでしょうね。ということにな,るなります。なあち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスのエイリアンであったということなんです。ですから、彼らは、 道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。おいたちは低層階級だからな。だから高度なテク,テクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられてるんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に知を与えてくれるなんて思っちゃダメだよ。と、火星からの エイリアンはそう言いました。ということで、今日の話を終わります。楽しかったですかそれでは、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! In 2003, a team of researchers published a report in the journal Science titled Mars like Soils in the Atacama Desert, Chile, and the Dry Limit of Microbial Life, in which they duplicated the test used by the Viking 1 and Viking 2 Mars landers to detect life and were unable to detect any signs in Atacama Desert soil. The region may be unique on Earth in the regard, and it's being used by NASA to test instruments for future Mars missions. Due to its otherworldly appearance, the Atacama has been used as a location for filming Mars, most notably in the television series Space Odyssey Voyage to the Planet. 特に火星の土壌に最もよく似ている場所といえば地理のアタカマ砂漠ということになります。火星探査機のバイキング1とバイキング2の実験もここでなされています。またその地球らしからの光景は火星映画のロケ地としても使われてきました。例えばその中には BBC 制作の惑星旅行などもあります。がそれだけではないようです。UFO の発着台というニックネームを持つスマイパター。 チザの地上絵の中の人物像、それにアタカマジャイアンツは皆ある一点を示しています。それがこれから紹介するアタカマ砂漠の中にあるサラーデ・コイパサです。広しはハママ・シティ・ジャパン。では画面を見ながら説明します。まず最初にスマイパタです。UFO の発着台というニックネームを持ちます。 この UFO の発着台にサラーデコイパサから線を引きますと、まあ、この UFO の発着台と言われている2、まあ、本の滑走路にま正確に重なります。これがまあ岩盤に掘られた2本の直線ということになります。次に地座の地上絵です、えー。地座の地上絵には二重枠で囲まれた人物像が描かれています。 二重枠です。つまり日本の大占領とコンセプトを同じにします。つまり重要な地点だということですね。この二重枠で囲まれた人物像にやはりサラデ・コイパサから線を引きますと正確にこの人物像を二つに割ります。次にアタカマジャイアントです。アタカマジャイアントは正確にギザのピラミッドナンバー2を向いています。その新直線下にサラデ・コイパサがあります。 アタカマなわち、アタカマジャイアントはギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラデコイパサを示しているということになります。そして、ナスカラインです。ナスカにもサラデコイパサを示す直線がありますが、この直線はですね、全長10キロにわたる長大なもので、途中で、まあ、このやや上やってきましたね、この十字路あたりまでは、やや 左側にずれますそしてこの十字路から今度はやや右側にずれます、まあ、この直線はサラデコイパサを示していると私は考えていますけどもこのように途中でややずれるという点で、まあ、確定的ではありません、まあ、こうした直線は他に例のないといいますかあの途中で折れ曲がる線というのは珍しいです、まあ、ともかくもこのラインがですね私はほぼサラデコイパサを示していると思います 他に10キロの長大なラインといいますと、グランドクロスがあります。えー、縦線は、えー、ティオティワカンのすぐそばのポポカティ、えー、山を、えー、示して、ポポカティペティを示しています。まあ、10キロのラインというのは、それだけ重要、まあ、細くて長いですから、私のラスカ理論によれば、それだけ重要な拠点を示しているということになります。今、あの画面全体がねあの、右の方にずれましたので、このように見えます。 このラインですね。で、この、ちょうどこの道路があるところあたりで切れます。で、サラデ・コイパさんの話をします。で、で先ほど言いましたようにスマイルパターの、まあ、日本のラインはですね、えー、サラデ・コイパさんを示していると。そして、えー、地図の地上への二重枠で囲まれた人,人物像もやはりサラデ・コイパさんを示していると。 そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その新直線下に、アタカ、サラデ・コイパサがあると。このように、まあ、3箇所集まるわけですね。もう1箇所、まあ、このナスカラインはですね、今日は、まあ、全く重なるというわけではありませんので、まあ、一応参考程度に上げておきます。そして、この一点に集まるということですね。それがサラデ・コイパサであるということです。 まあこうしてですね、皿で恋パスタには何かがあるという、まあ、状況証拠が集まっていくということになります。で、かなり以前にそれに私は気がつきまして、 古い動画を作りました。古いテクマ動画を作りました。それをこの後、すぐにつなげておきますから、まあ、参考のためにご覧ください。ただ、山の名前を間違えていることがいます。これがサラディコイパサです、えー。続くビデオの中ではですね、えー、サバヤ山をですね、サラディコイパサと示していますけども、それは間違い、写真が間違っているということです。そういうこともご留意の上、どうか続くビデオをご覧ください。バイフォーナ w Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my great pleasure that I can introduce you the Aliens' Homeland. This is uh, just uh, simply a matter of you whether you believe in me or not, but I don't care if you don't believe in me. And this is Atakama Giant, or my name is uh, Atacama Giant. I'd like to talk about my homeland, he says. Okay, this red line comes from uh, Giza, Egypt, straight, directly from uh, Giza. This red line uh, passes over through uh, this Atacama Giant, and this uh, line from the left top is from uh, Puma Punku, uh, uh, Tiwanaku, and here is a map of around here. I show you this fact this is a line from uh, west Pole at angle of just 45.0 degrees. the line just comes to near to atacama giant and this line comes from giza. red line show that line from giza directly and this is Nazca, and uh, this is the puma punku pumapunku and the angle between here are uh, 90 degrees. 90 degrees just 90 degrees and uh, Atacama giant he's there right and uh, these are fact uh, then why don't you accept this fact I show the evidence this is Giza Atacama and I draw line from Giza to Atacama straight and the line comes up here at the head of the Atacama Giant. And watch, watch here very carefully, right? The line comes from Nogiza, and this line comes from uh, up here, and this is uh, Atacama Giant. The line really, really uh, passes over the Atacama Giant straight. Why don't you accept me? He says. Just near the Atacama Giant, there's another line pictures about uh, 330 meters away. Line from Teotihuacan. have a look at this. Watch here, okay? The line passes over here this uh, runway. Just uh, you uh, as a like a uh, runway, uh, uh, way, right? This is a uh, runway, and near. Atacama Giant Chili, not in Peru, not in Nazca. And have a look at this again, right? And and I will show another fact. Okay, my homeland. Okay, I will show you my homeland. This is Nazca, in Peru. Have a look at this yellow line from Samaria near Atacama and the line, we can find the line here in Nazca. again. this is very important. Uh, that means this line indicates the direction to the somewhere or to somewhere which is very important for them or for human beings both. again, okay, you make sure yourself. That this line is very important and this line is uh, somewhere and it's gonna lie here in Nazca. Okay. Again. And again. So I have repeated many, many times like this, but still, many people don't believe in me. Right. Hello, uh, my, uh, my name is Atacama Giant, I am from somewhere is in Nazca, somewhere which is very important for us. You will know the somewhere is, what we, where is the somewhere it is very soon. Then before that, please accept me, he says. Okay, I will show you one more fact. Have a look at this blue line, right? The blue line from the left top crosses uh, over me at an angle of just 45.0 degrees. Very sharply, 45.0 degrees. And this line comes from uh, Pumapunku. Pumapunku, okay? Pumapunku to Anaku and Nazca. Also, Pumapunku has got a, a line in Nazca and the, the angle between them is 90.78 that's about just 9 degrees and it is within the error of mistake and also Pumapunku has got a line in Nazca I'll show you says he this is Nazca again this line comes from Pumapunku to Anaku have a look and watch here very carefully watch here very carefully and the line come ok you can find the line in Nazca Again, 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 I will repeat it again. Bef until you accept me, and you ac until you believe in me, right? Again. Again, I draw a line on the line in Nesca. Again. This is a line from Puma Punk, uh, Tiwanaku again and again and again until you accept me or why don't you accept me now eh? now. because many people say that, or most of you do not accept me or say here or she these are just coincidences coincidence coincidence so many times and. So how many times should I repeat these facts to tell you this fact again and again and again and again right until you accept me? Or you should accept me before it's get too late. I mean uh, if you don't accept us, we can't accept us accept you, said Atacama giant. At the end of the story where I'm standing here, right? Because I am a road sign to my home as well as to Giza, Egypt. Okay, do you know why I am here? This is a mystery, right? But I will show you why I am here. Look at this map again, right? And this uh, green line comes from Asfar, uh, and red line comes from Nazca and white line from uh, Pum Pum, and yellow line from Nesker. And have a look at it here, right? Cross point here. This is my homeland on the uh, on earth on the earth, okay and you will know what it is at this crossing point okay before that uh, this homeland is very important as I told you this is the somewhere again, right my home my home and uh, on earth has got a line as I showed you. this is the somewhere right right. Again and again 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 now are you satisfied? Okay. Now this is a somewhere. This is a somewhere. Okay. Here Atacama is here. Line from Atacama together. And here is our highest uh, uh, mountain around here. Here. This is my homeland. Though I don't care if you don't believe in me, says the giant. This is a mountain where I live, says he. Okay? Beautiful mountain. So, I Takama's giant said, It's a matter of you whether you believe in me or not. Though I don't care, you don't believe in me. And at this end of the video, i like to tell you about my homeland. Real homeland. Wikipedia says as follows. The soil has been like compared to that of Mars. Did you know this? For filming Mars scenes. Oh, yeah. And also, it says about Mars Mars like soils in Atacama, Chile, and dry land, something, something. And Mars landers to detect life, right? And also, it says, Mars like Earth's environment and found that they missed present signs of life in soil samples from At Antarctic Dry Valleys, Atacama Desert, something like that. So, Atacama Jan says, I like this place very much because it looks like my homeland on Mars. I don't care if you don't believe in me, says he. This is Atacama, beautiful land. Mars like land, I believe. Beautiful land. See you again. Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about my Hiroshi Hayashi's line theory with which you can get out of the labyrinths of ancient mysteries of the world. Or I'm afraid you will stay in there in the labyrinth as ever before. The important thing is just to be brave to see the fact and accept them as they are. Or, it is more important to even a unified theory out of this fact for the better life of human beings in the future, as well as for the better understanding of our ancestors. It's my pleasure to show you my Hiroshi Hayashi's line theory here in this video, through which you can get out the labyrinth of mysteries, since I believe only truth will set you free. 林宏しのライン理論を紹介します。このライン理論を使えば、今まで解けなかった古代の謎を解くことができます。そればかりではありません。私たちが神々と呼んできたエイリアンの存在を証明することができます。が、その前に大切なことは、まずそこにある事実に気がつくことではないでしょうか。まず事実に気がつく。すべてはそこから始まります。そして、 なぜ、どうしてと、その疑問を自分自身にぶつけてみる。もちろん、ただの偶然ということもあります。そのようになったのはただの偶然と。しかし、その偶然も3つ、4つと重なってくると、そのように片付けてしまうのが苦しくなってきます。さらに、5つ、6つと重なってくるとどうでしょうか。あなたも多分、偶然ではないぞ、と思うようになるかもしれません。 実は私がそうでした。私も当初はただ単なる偶然と思っていました。が、ここにも書いたように、その偶然が5つ、6つ、さらには7つ、8つと重なってくると、もうそのように思えなくなりました。が、この段階では、まだ不思議という話で終わってしまいます。不思議だ、不思議だ、とです。もっともこのレベルの話になると、それこそ5万とあります。 何々を発見した不思議だ何々を発見した不思議だとです。が、不思議だを繰り返していると、謎の迷路の中に入り込むだけです。まさに謎の袋工事です。大抵の人はこの段階で考えるのをやめてしまいます。この日本では、こうした問題をそのまま取り上げると、そのまま変人ということになってしまいます。今朝、 10月28日も私はある方から辛辣なコメントをもらいました。それには言葉の限り私を罵倒し、最後にこのオカルト野郎と結んでありました。もっともそうした批判は当初より届いていましたので、今更どうこうということはありません。これからもそういった人たちからの攻撃というよりは抵抗が続くものと覚悟しています。で、私はその方にこう 返事を書きました。どうか短期を起こさないでくださいね。もし私が5年前のままの私だったら、今の林博士の動画を見たら、あなた様と同じように思うでしょう。つまり、あなた様のお気持ちはよくわかります。よく理解できます。が、大切なことは、そこにある事実をまず冷静に見ることではないでしょうか。 そして、その事実に気がついたら、自分で考え、分析し、そして、その向こうにある、つまり、その謎をつなぐ理論を組み立てることではないでしょうか。後で、林博士のライン理論についてのビデオを編集しておきますので、どうかご覧になってください。その上で、私、林博士があなた様の持っておられるような人間かどうか判断してくださいね、と。大切なのは、 ここで言いましたように、まず考え、それを統一し、その向こうにある理論を組み立てることです。不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ、だけを繰り返していたのでは、謎の迷路の中で堂々巡りするだけです。ということで、ここで改めて私の林博士のライン理論を取り上げてみました。言うなれば、私の謎解きの中でも、初歩の、そのまた初歩ということになります。 で、今、早送りでご覧いただいている動画はナンバー1950です。ちょうど1ヶ月前の2015年9月30日に発表したものです。このビデオはこの後につなげておきますから、ゆっくりご覧くださる方はど、どうかそちらでご覧ください。話を戻します。と言っても、私が LINE 理論に気がついたのは、もう3年ほど前になります。 それまではおかしいおかしいというレベルでした。例えば当時何かのテレビ番組で誰かがこう言っていました。ナスカはイースター島とギザのピラミッドを結んだ線の新直線下にあると。その時も私はこう思いました。ただの偶然と。で、イースター島からナスカへ、そしてギザからナスカへ、それぞれ一本の線を引いてみました。 で、その2本の線は当然のことながらナスカで重なります。が、それだけではありませんでした。イースター島とギザの双方を示す滑走路が見つかっていたのです。しかも、他の滑走路と違い、その滑走路はその双方に向かってラッパのように開いていたのです。つまり、1本の滑走路がイースター島とギザの方向、両方を示す滑走路になっていたのです。その滑走路については、 後で緯度経度を示しておきますので、皆さん自身でご確認ください。さらにあります。テオティワカンという巨大遺跡が残っています。そのテオティワカンには1本の山道が走っています。その山道は正確にモヘンジュダロの廃墟を方向を示しています。こういう時はモヘンジュダロから反対にテオティワカンに線を引いてみるとそれがわかります。 私は廃墟となった塔の頂点をいつも使っています。そのモヘンジョダロの塔の頂点からですね、ティオティワカンに線を引いてみてください。その線は正確に寸部たがわずティオティワカンの賛道と重なります。が、ここからが大変興味深いですよ。ティオティワカンの賛道は死者の大通りと呼ばれています。一方、モヘンジョダロというのはですね、 死の丘という意味です。ティオティワカンとモヘンジョダロが死という言葉でつながっているのです。死者の大通りと死の丘です。これはただ単なる偶然かもしれません。が、偶然以上の偶然ですね。あるいはひょっとしたら、ティオティワカンは何らかの形で廃墟となったモヘンジョダロと関わりを持っていたのかもしれません。さらに謎が続きます。その前に、 改めて注意しておきたいことがあります。私の林博士のライン理論では、線と角度が重要です。あるいは位置です。長さ、つまり距離は、ほとんど問題にしていません。一年ほど前でしたか、どこかのテレビ局が、暗に私のライン理論を揶揄しながら、楽しい方がいらっしゃいますね、と笑いながら批判していました。その時は、ギザからナスカ、 ギザからティオティワカンへの距離が同じということを取り上げていました。確かに1、2度そういったことを動画の中で取り上げたことはあります。が、1、2度だけです。それ以後は、ほとんど長さ、距離については取り上げたことがありません。言うまでもなく、彼ら、私たちが神々と呼ぶエイリアンは、距離など問題にしなくても良い乗り物に乗っているからです。話が飛びましたが、 大切,なのは大切なのは線と角度、そして位置です。例えば、モヘンジュダロからギザ、モヘンジュダロからティオティワカンを線でつなぐと、その間の角度は正確に60.00になります。この後、直後に見せますビデオの中では、ポプカティ・ペティからですね、モヘンジュダロ、そしてモヘンジュダロからティオギザというふうにつないでいますので、やや角度が違います。さらに、後で紹介しますが、ウェストポールから ティーティワーカーに線,でつなぐと線をつなぐとですね、モヘンジュドラはその線に対してほぼ90度になっています。ギザは60度の位置にあります。共にエラーは1度以内です。つまり、こうして事実が積み重なってきました。言い換えると、こうなってくるともう、偶然という言葉だけではですね、片付けられなくなり、なってきました。で、そうした過程から、私の林博史のライン理論が生まれました。 それをこうして皆さんに改めて紹介できることを大変嬉しく思います。では説明します。まず5つの地点を選びます。イースター島です。イースター島はですね、この中心部に点を取ります。で、ギザは上から2番目のナンバー2ピラミッドに点を取ります。対角線を引いて点を取ってください。そしてこれがモヘンジュダロですけども、廃墟となった塔の中心に 点を取ります。そしてこれがポポカティペティですね。ティオティワンの隣にあります。この噴火口から取ります。で、ナスカはですね、グランドクロスの交点からに点を取ります。この、まあ、このグランドクロスといいますかね、第十字架がありますが、その中心に点を取るということですね。で、ラインをそれぞれ引いてみます。まず、イースター島からですね、ギザに向かって線を引きます。その真直線下にナスカがあります。そしてこの線がですね、赤道と交わるところを ウェストポール、なわち西極点とします。で、ここからトゥーティオティワカンに線を引きます。で、トゥーティオティワカンと左でイースター島と線をつなぎます。ナスカは先ほど言いましたように新直線下にあります。で、今度はトゥーティオティワカンとですね、モヘンチュタロと線でつなぎます。トゥーティオティワカンはいつもあの、まあ、月のピラミッドですね、山道の付け当たりにある上に点を取っています。で、トゥーティオティワカンと 今度はギザのピラミッドを線ででつないでみます。こうして、まあ、一応基本的なラインができます。まあ、全体を含めて私はルート1と呼んでいます。で、検証してみますと、まあ、角度を調べていくわけですね。そうしますと、まあ、こうした麗なまな、あ、図形が出来上がるわけですけども、えーまあ、上からですね、あのモヘンジョドロスそして右へ来て いやギザとなるんですけども今回はですね、あの、いつもあの、ティオティワカンから結んでますけども、ポポカティピティから繋いでみました。両手はテワカンから繋ぎますと、さらにエラーが少なくなりますけども、まあ、この黄色い線が一直線に並んでいるということですね。ほぼ一直線ですね。あの、イースターと、セクラティオティワカン、モヘンジュダルほぼ一直線です。で、これ、これがですね、ティオティワカンのサウンドですけど、まっすぐモヘンジュダルの方を向いているということですね。そして、 ま、今度は、この角度を見ますと、このギザを中心にしてみますと、ここが44.02ですけども、まあ、40、あの、ですね。で、あの、ここで注意したいことはですね、あの、ナンバー1とナンバー2のピラミッドの対角線、あの、いわゆる頂点をつなぐんですね。それに対して、今の線は正確に90.0になっています。なので、実際、ナンバー1とナンバー3のピラミッドで、キュオティワカの方向を示していることになります。 で、モヘンジョダロは60度になりますけど、バック135度で、えー、モヘンジョダロに向かいます。こうした、まあ、極めてきちんとした数字で表現されているということですね。で、今度、インスタートから見てみますと、60度で、えー、あのー、ギザに向かっているということですね。そして、ここが絶妙なんですけども、モヘンジョダロから見ますと、ティオティア感は正確に60.00です。で、ポ,ポカティピティはや、やらが出まして、えー、50、60弱な、な、なりますね。えー、 ティオティワカンは60.00です。で、このティオティワカンの、これはあの、モヘンジョドルからティオティワカンそれからモヘンジョドルからウィザに引いた線ですけども、60.00という数字が出てくるわけですね。まあ、こういうふうにこう偶然とは言えない数字で、まあ、この地球が、まあ、設計されているということですよね。わかりつけば。で、ここの角度は、あの、 こういった角度で、きちんとした角度では出てきませんでした。でそういう意味では、ナスカは、まあ、出発点ではあったけども、起点ではなかったというふうに私は判断しています。が、しかしですね、このグランドクロスのナスカのこのグランドクロスですね、この縦線は、ポポカティ、ティペティーザの方を正確に示しています。ややエラーでますか見た目にわかりませんけども、ティオティワカの方を示していると考えても間違いありません。この縦線はですね、えー、最も大きな、太くて長い、まあ、えー 線はですね、ポポカティペティ座の方を示しているということですね。さらに驚くべきことに、ここに一本の滑走路が見えます。ちょっと見にくいんで、あの、中部角ご覧ください。ここにありますね。この滑走路はですね、右へ行けばギザ、左へ行けばイースタートを示しています。まあ、あの、ご自身で確認なさるといいです。両方から線を引いてみられるといいですね。この座標のところに。で、この滑走路の下側を通っていってくださいね。右の下側を通っていきますと、進直線でイースタートの方を向いています。 まあこのようにですね、ナスカも、ま、あの、ライン理論と深く絡んでいるということですね。で、こうして、ま、ライン理論が、まあ、この基本中ですけど、こうしたライン理論を基礎にして、ま、組み上げられていく、まあ、組み上げていったのが、私の林宏の、ライン理論ということになります。少し長い動画になりますが、よろしかったらご覧になってください。それでは、皆さん、bye for now.